はい、昨年にラジオ降板報道をですね、引き起こしていた小倉優香さんが格闘家の朝倉未来さんと破局したということで、昨年4月にラジオですね、突然生放送中に辞めますと宣言した小倉さんが格闘家の朝倉未来さんと破局していたということが分かっております。関係者も認めているということで、昨年末から年明けあたりの時期に破局したということですね。昨年1月に交際発覚していて、半同棲状態続いていたということで、小倉さん、降板直訴を生放送中にしたんですけれども、早朝に練習して早く寝る朝倉さんのリズムに合わせるっていうところで、深夜の収録やりたくないっていうことで、突然生放送で突然、やめたいという申し出があったっていうことでして、結婚も視野に入れているんじゃないかというふうに見られていたということですね。月2回ぐらいしかない収録を、突然やめるっていうところ、なかなかの覚悟だったんじゃないかなと思います。芸能事務所とも契約終了したということで、この契約終了も事実だということが分かっているということですね。恋と仕事両方失っちゃうっていうね、ラジオ番組やめちゃってますからね。なかなか踏んだり蹴ったりの結果というふうになったというところで、今後どういうことをやっていくのかというところですね。非常に注目ですね。